ヤガチャガチャンネルは。前回影の自分と対峙した主人公、果たして影の自分をどうやって突破すればいいのか。その前の部屋で殺せてなかったことには別に驚いてないんだな。でここでもうこいつって多分このカウンターを繰り返して落とすのが正解なんじゃないのかな。これでこうしてうーわー、一個考えたんすよ。こいつ倒しても死ぬんじゃねえかなって。月の光浴びたらダメとかどうかなって。来ない？こっち来ねえんだ。じゃあもう戦うしかねえんだ。このままこうやってにじっても、え、びっくりした。ダメ？俺切られても死ぬじゃん。ほら、あいつ殺しちゃダメなんだよ。これしかねえんだ。でも結局こうしたらこうやってやりながら後ろ側にこうやって誘うしかないと思うんだよね。おっと、落ちちゃうのか。距離が足んね、距離が足んね、距離が足んねって。あのさ、俺ちょっとね、これテープチェンジ後なんだけど、一個ね考えたことがあって、これさ戦闘やめれんだよね。あの何回かだけね、あれっていうのであのあったんだけど、あのさミラーのやつさ、あぶねバカあの分身いるじゃん。動かなかったシーン気になんだよね。だから次行けたらわざと武器しまってみようかなって。そうだしね、操作方法をね最初にねやる前に確認した時にね、戦闘中武器しまうっていうのがあって、武器しまう必要あんのかなって思ってたんだよね。それなんじゃないかな。さあリアルの方では話しましたけど、今あれですね、落とされたとこなんですけど、武器しまえるんですよ。戦闘中に武器しまったらあいつがどうなるか見ましょう。いくぞ、頼む、もうこれしか浮かばん。おい、おおお、ごめんごめんごめん、どういうことこれは。触れていいんか。ついてこないでー。来なかった。おー、待って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 、収めるんだお前も。触れるぞ。おー、なに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 。なんか薬飲んだ時みたいな音したけど、でこれ、え、でもさ、これさ、こっち行ってもしょうがないよな。こっち？でもこっちもしょうがねえだろよ。ちょっと待って、勢いよく飛び出したくない。そうだよね。え？すり足が止まらないんですが、すり足が止まらないんですが、終わり？これもしかして。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。
待ってね、ちょっとこれこれちょっと E6LHC6G ね、ちょっと待って、これで終わられるとね、あれなんだわ、いちいち動画見てんのめんどくせんだわ。終わり終わり、どうだ、いくぞ。あ、終わったよ、やっぱ。お、間に合った間に合った。じゃあそうだよね、今のステージのベストタイム取りに行きますか。出てきてほしくないけどね。あー、やべ、どうだ。3分46秒、まあいいんじゃないでしょうか。残り5ステージですよ。あー、でも砂時計落ちてきたね、さすがにね、半分だもんね、もうね。さあステージ16、お、遺跡っぽい。穴あった、穴あった、今あるわ。あくまでズルはしてこないんだ、正々堂々とデザインを変えるっていう手法でやっていくんだあいつらは。で、上に対して伸びてるステージだね。いけねえの、いけねえんだ。どこがいけてどこがいけないかが分かりづらいステージレイアウトだね。そこも同じじゃない、なんか見た目。うん、あそこの、あ、そこの上はいけそうだね。あとそこのなんだ、左側の上もいけそうだね。まあでもぐるっと回すことに意味があるって考えると、遠回りさせてることには意味があると思うんだが、まあとりあえず一番わかりやすいところも見てみるか。ほう、飛ぶしかねえか。おー、あー、また、あー、そこであれか、一回戻って上を押さないと落ちるよって話か。まあ4マスぐらいあれば、うん、最初の一月が入ればあとは落下を気にするような戦闘にはならないから。お、最大チャップか。ちょっと待って、もう一回。ってことはそこで飛んで上とかもないもんね。でそうなるとここに降りる話になるけど、よいしょ。ってことはあれ、でもここってさ行けなかったとこだよね。そうだよね。お？バカ！そこから上行けるか？これ飛んで、で、こっちか。いや、見えねえ。あー、保険聞かせといてよかった。で、そうなると、ここ来て、ここ来て。どっちか床抜けるとかもない。じゃあこれ上に行って、うわっ、
だからもう綺麗に端っこから飛んで渡って、でそこの上は行けないデザインだから、あ、全然前方見えてない俺。え、何、何がどうなってどこに繋がってんのこれ。もう一個上のレイヤーから、ちょっと待ってよ、あっと、もう一歩後ろはまずい、下がれ下がれ、おい、で、新天地っちゃ新天地だよな、さっきのとこの上だもんな。まあ物の見事に落ちそうな床だな。落として右ないよね部屋、うん、でこうやって登って右上か左か、左かな、一回上か、新しい罠だ、おい、こっからこうか、大丈夫か大丈夫か、バッカ、また上だよ。なんで上反応すんのさ、その早いさ、先行入力が受付早すぎんだよ。配信だ、あの穴なんなんだ、うわっ、どういうことこれ、避けらんなくない？あ、避けれたわ。絵面は違うけどあれか、シャッターと同じ構造か。綺麗、それは綺麗、ちょっと褒めたくなるレベルの綺麗な配置、 A の先行入力が効きましたね。一歩戻ったところから飛ぶ、大丈夫？一回念のためぶら下がって下を見るが、特に何もない、飛ぶしかないよな。はい、先行入力多重くー
で、これがスイッチか。進んだぞ。で、もう上スイッチだよな。ここに来てすげえ単純な構造ので、おお、待てよ、またあれだろ、どうせカウンターできるタイプのやつだろ。だから詰めといて、距離詰めて2回カウンターして、で突くっていう感じだ。この距離で、まあ、こっちの方が HP あるから優位は優位だけど、ここの手の敵は飲まれると辛くなるから、だ詰めてカウンター、この詰め利用して2回カウンター打っといて、1回突き刺しでこっちがプラスになるように動いていく感じ。ドア開いたぞ。終わったー。じゃあHP 最大値の瓶を取りつつ、ベストタイム狙います。なんで、ギリギリで止まんなかったじゃん今。よっしゃー、16名。5分25秒。まあね、一回取って戻ってくる時間があったからね。テープチェンジします。さあ、そしたら次の17面ですか。行きましょう。ほう。また、オープン。何にも見えてなかったな、今俺。全然何も見えてなかったな。なになに、なにそれ。あ、横に穴開いてるよと。何その、なんかね、フォールガイズみたいな、最近で言うと。何この仕掛け。ほう、何、何、うわ、 HP すげえ。でも同じぐらいじゃない、なんだかんだで。いや、あー、なるほど、骸骨に当たるのね。だ、骸骨に、あー、踏まれもするのか。だからこうやって横に移動しながら、あっと、まあまあ一発食らわせられればね、赤字じゃないから、まあいいかな。なんでそこ当たんないのさ。危ない、踏まれる。いや、でもなんか俺こいつでこのマップ終わりぐらいのポテンシャルで戦ってるけど、いいのか。当たんねえポジションかよ。うい、でちょっと引いて剣先が当たるようにして、終わり？終わり？ふい。1分38秒。そうだろうな。ここに来てボーナスあります？ありがとうございます。さあ、いよいよ18面。ようやく終わりが見えてきたよ。長かった。正直長かった。でも終わりが、え？何それ？要はあれ踏むと一撃で死ぬよってことね。いやー、あれだな、終盤戦に来たタイミングでちょっとずつ、何、
新ギミック増えてきたな。ちょっと確認したいことがあって、これは飛んだら、あ、もうダメだ、触れたらダメなんだ。ってことはあれ、右から行かなきゃいけない。いやでも今のところさ、多分だけど上から降ってきて帰るだろ。だからあれを多分しのぐ方法が、多分だけどさ、これさ、ここでこう行って、でよいしょ、急ブレーキ、急ブレーキの反動を利用してこっから2マス、あ、ダメか、難しいなここ。あ、でもあれ普通に飛べばいいのか、普通に2ブロックのところから飛んで、でその多分ね、あのね、あのギロチンの横が落ちるんだよね。で落ちて落ちてどうなるんだろう。あ、上からかぶせりゃいいのか。いや待って、あぶね。だからここで止まって急ブレーキかけて、でこっから飛んで、今さぴったんこんとこで行かなかった？え、これ落ちないの？下から続く感じ？ああ。で、これを使って。で、おそらくだけどこの後はこうして、うわー、2ブロックって、2ブロック半手前から飛んで、あそこにギリしがみつけるように調整か。だからここら辺かな。でこうしたら針刺さんないから、でここら辺に飛んで、待って、はい、でこれで先進めるよねと。おー、なるほど、上はこれ登れないタイプか、登れないか。うん、上行くのは正解っぽいけど、なんか今更求めてくるタスクかねって感じはある。なんか怪しいところあったか、手前の部屋。いや、ねえよな。でもそうなると、あそこの2個のやつにしがみつくしかないんだけど、落ちそうな気配プンプンマンじゃない？ほら、うい、うわマジか。下調べたくなっちゃうよ、人間だもの。はや、お、で上か。で、おい、でドン、おい、おっと、ポジション的には良くない話だわな。それはお前も一緒。おい、ほら、弾け弾け。で、ほう、ちょっと見切り方怖えな、ここで落ちるでしょ、どうせ。あ、サバスト、見覚えある、そこまで戻る。うわ、もうマジか。
死んだしな。バカバカだから、なんでビッ、いやいやいや、え、どこれ4マスなんだよね。連続ジャンプかな。なんで？だから上のブロックじゃなくて下のドアのところが掴めるんじゃない？そう、まさにここは矢神が5名塔、上側にある屋根のようなパネルは間違いである。だからこそ屋根を抜けてからキャラクターが降下するまでのギリギリの時間を利用して壁を掴まなくてはならない。ここまで来たからこそプレイヤーのスキルを求める高難易度セクションだ。あ、ダメ！噛んじゃうよあれ。な、きた、やり遂げたぞ。よし、怖え。どこに何があんのか分かんねえのが怖え。で、そこちょっと怖えのがさ、多分あそこ左側にあるブロック踏んだら前に進めるんだろうけど、上開くでしょどうせあれ。でもさ、あれでさ光に乗り越えた後戻ってこれないけど、壁際戻ってこれないけど大丈夫なのか。これは飛んでいいものですか。間に合うべ。うおーす、あ、待って、やばい。ねえ、おい、3ブロックしかないの。これ右に飛ぶしかないよね。おい、おお、あった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 、信じてよかった。これはどこ今歩いてんだ俺。帰りはあれ帰ってこれるもんね、あれね。危ない。危ねえ。ほら、パターンはめてやるから奥行けよ。っしゃあ、3連たまにな、よくわかんない挙動するから怖えんだよな。これセーフなのね。絶対後にしか見えねえんだけど。おい、でそこがスイッチになってて、多分これで今下のが開いて、一回念のため制限時間があると仮定して、でここで掴んで、ここで掴んで、こうだよな。またボス戦か。剣出して。ちょっと俺減ってんだよな。うわっと、そのリーチは、このリーチがいい。この剣先がちょっと交えてる。これこれ、こいつ分かってきた、分かってきた。こいつもう一歩前に積むと一回パリーしてもこいつが優位なポジなんだ。うっと、うそだろ、嘘だろ、嘘だろ、嘘だ。
つらすぎるよ。どここれ渡った後、渡った後だな。ってことはチェックポイントあんのか。お、なんだこの部屋。なんとなく遠い方そんなんありかな。じゃあこっちか。ああ、危ない。わーい。やかましいわ。の通り道、通り道回復薬ありがたいね。おっと、あ、関係ねえよ。だってここでいくら食らったところで間に合いんだ。よし、あそこでまたボス戦があるって分かったから HP も大事にするよね。おい、なるほど、あそこから勢いよく飛んだらここになるのか。うまくできてんな。ちょっと手前から飛んで、ちょっと手前から飛んでバランス整えなきゃいけないんだね。ちょっと待ってよ、バランスよくも何もここら辺からこうやってポーンって飛べばここか。でここがあれだよね、ギリジャンだよね。画面変わった瞬間に、でここの端っこでギリジャンして掴んで、で上行って、あぶねえ、ほんとあぶねえよここ。あ、パターン、あーっと処理落ち。で一回怖えから下がって、下がってから前行ったら絶対死んでるようにしか見えねえけど死んでないらしくて、でこうなると、でスイッチ押して、あーっと飲んじった。もう一丁、おいおい。ちょっと前に出てスタートみたいなね。おっと、くおい、一回パリーしたら前に出る。待って、行くよ。くそ。
おい、ここだ。うっしゃ。さて、18ステージ出口か。あ、なんだこれ。あそこスイッチあんだろ。あ、手前のでいいのか。ここに来てただの外れルートか。数少ない HP を削りに来るな、ここ。で、これもう一丁して、何が待つ。え、あ、左側のスイッチか。だからこうして、なる。18面終わった。ベストタイム狙っていきます。今回30分ぐらい、30分ちょっとかな、40分ぐらいかかってるので、ちょっとこれ短くしてきます。そんな体験を覚えさせてくれたよ。俺これ通ってない？やったぜ。オッケー、何分？5分56秒。いいんじゃないでしょうか。さあ、残すは2ステージ。ここで一回またテープチェンジさせていただきます。八神さん、確か話だと今回で終わりのはずですが。まあ、そう言いました。言いましたけど、あとちょっとですよ。あとちょっとなのにここでやめるっていうのはいけないと思いますし、ダメだと思うんですけど、どうです？それは確かにダメですよね。それはわかります。視聴者さんに迷惑をかけてはなりません。じゃあ聞くぞ。なあ、私はそんなお断りするぐらい怒んなくてよくない？あの、ほらね、でもほら、もう終わるよね。もう終わるって。次回が最終回でいいな。さすがに次回が最終回でいいな。はい、あの、この八神隼人、実況者声明にかけても次回を最終回と宣言させていただきます。というわけで、まさかの22時30分にも動画を投稿することに。残るは2ステージ。果たして八神は最後の最後まで走り切れるのか。次回最終回。長くない？長すぎじゃない？仕事させすぎじゃない？やばくない？次回最終回。